ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。我はそう説かれ、そう読みを耐えるのじゃ。
再びヨミヤを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。カゲロウにこれより多くの命を取らせぬため。ではお主の思う女をただ一人永遠の道を歩ませるのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。
ばゆい幻。欺かれはせぬぞ、ヨミ。前に進むことができようぞ。この亡霊ども、我が過去に斬った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を探しておる。怪しき美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
仇討ちを望むのであれば。 木のごとくこの地は崩れゆく。 失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。 Ah!
我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。先ばかりの義なる、お前を囚われの身にするだけじゃ。私は見飽きた。
Yomi の幻は見飽きた。Yomi こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならない。外しおったな。ヒロキよ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げね。まことにお主を導く者を知ることじゃ。選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。読みからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後なる。行くのじゃ。